はい、ふーちゃんです。今日は N3 語彙で勉強した言葉が聞き取れるかどうか、聴解の勉強に挑戦してみましょう。これから2回アナウンスを聞いてください。1回目は日本語の字幕がありません。2回目は日本語の字幕をつけたので、1回目に聞き取れなかった言葉などを確認してみましょう。2回目を聞いた後にいくつかの質問があります。今度はアナウンスの内容が分かったかどうか答えてみてください。それでは1回目を聞いてみましょう。皆様にご案内いたします。この飛行機は間もなく離陸いたします。シートベルトをもう一度お確かめください。また座席の背、テーブル、足置き、コントローラーを元の位置へお戻しください。皆様にご案内いたします。この飛行機は間もなく離陸いたします。シートベルトをもう一度お確かめください。また座席の背、テーブル、足置き、コントローラーを元の位置へお戻しください。皆様、ただいまシートベルト着用サインが点灯いたしました。シートベルトをしっかりとお締めください。これからしばらくの間揺れることが予想されます。機長の指示により客室乗務員も着席させていただきます。なお、シートベルト着用サインがついている間は化粧室のご使用はお控えください。皆様、ただいまシートベルト着用サインが点灯いたしました。シートベルトをしっかりとお締めください。これからしばらくの間揺れることが予想されます。機長の指示により客室乗務員も着席させていただきます。なお、シートベルト着用サインがついている間は化粧室のご使用はお控えください。1、この飛行機は間もなくどうしますか。2、もう一度確かめるのは何ですか。3、座席の背、足置き、コントローラーをどうしますか。4、シートベルト着用サインが点灯したらどうしますか。5、機長の指示により着席するのは誰ですか。1、この飛行機は間もなくどうしますか。答え、離陸します。テイクオフ。2、もう一度確かめるのは何ですか。答え、シートベルト。シートベルトをもう一度お確かめくださいと言っていましたね。3、座席の背、足置き、コントローラーをどうしますか。答え、元の位置に戻す。元の位置にお戻しくださいと言っていましたね。4、シートベルト着用サインが点灯したらどうしますか。答え、シートベルトをしっかり締める。シートベルトは締めるでしたね。5、機長の指示により着席するのは誰ですか。答え、客室乗務員、キャビンアテンダント、CA とも言います。この飛行機はただいまからおよそ30分で大阪・関西国際空港に着陸いたします。ただいまの時刻は午後6時43分。天候は晴れ、気温は25度でございます。着陸に備えまして、皆様のお手荷物はすべて頭上の物入れ、またはお座席の下にお納めください。また、
まもなく免税品の販売を終了いたします。ご希望のお客様はお早めに乗務員へお知らせください。まもなく前方のスクリーンで日本への入国案内と書類の記入方法をご説明いたします。入国書類をお持ちでないお客様は乗務員にお知らせください。この飛行機はただいまからおよそ30分で大阪・関西国際空港に着陸いたします。ただいまの時刻は午後6時43分。天候は晴れ、気温は25度でございます。着陸に備えまして、皆様のお手荷物はすべて頭上の物入れ、またはお座席の下にお納めください。また、まもなく免税品の販売を終了いたします。ご希望のお客様はお早めに乗務員へお知らせください。まもなく前方のスクリーンで日本への入国案内と書類の記入方法をご説明いたします。入国書類をお持ちでないお客様は乗務員にお知らせください。1. この飛行機はおよそ30分でどこに到着しますか？ 2. 飛行機が地面に着くことを何と言いますか？ 3. まもなく何の販売が終了しますか？ 1. この飛行機はおよそ30分でどこに到着しますか？答え、大阪・関西国際空港。2. 飛行機が地面に着くことを何と言いますか？答え、着陸、ランディングのことです。3. まもなく何の販売が終了しますか？答え、機内販売。機内でも免税品を売っていましたね。今日は懲戒の問題に挑戦、チャレンジしてみました。難しい言葉も出てきましたが、聞き取れましたか？アナウンスを聞いて、言っていることがわかるようになるといいですね。また、どうしてもわからない言葉があったら、コメント欄にコメントしてください。聞いてください。別の場面での懲戒問題もアップしていきたいと思いますので、また勉強したい人はチャンネル登録しておいてくださいね。そうすればまたお届けできますよ。今日はここまでです。バイバイ。また見てね。